一番その気になったのはね、マスメディア の、 その姿勢というかね、いろいろ報道の仕方がやっぱり結構な感じだなっていうふうに、ね、インターネットがなかったから、こう個人の発想を多くが共有できることが難しかったと思うんですよ。はいはいはい。もうね、こんな気持ち悪いの本当見たことないなっていう。文明の意識の度合いによって大きくその結果が変わってくると思うんですよ。うん、やっぱりその情報のなんていうのかな、一極化っていうのは、まあ、ある意味その権力の一極化ともいうふうにも考えられるわけで、僕はもう宇宙人の見て視点で見るともうそうにしか見えない。なるほどね。人たち今テレビ見てどう思ってんのか逆に本当は知りたいのよ。でもこう専門家じゃないからこそ出てくる疑問、純粋な疑問だろうと思うんです。この時彼はどう思ったでしょうっていうね、テストが国語であってね、これを問題にするっていうのはどういうことなんだと思ったのよ。大衆を動かすため の、 その情報操作のツールとしてやっぱこれだけ広められたんじゃないかなっていうの、うん、なぜかですね、今年インフルエンザが減ってるんですね。知ってますか？日本もテレビ教っていう宗教が僕あるような。いや、まあそうね、はい、1回の検査でそこで感染しましたっていうのをね、出す数式っていうのがね、知ってる人がいたら教えてほしいんですよね。このやっぱ歯車 も何もかもやっぱ全部このシステムが問題だと思うんですよ、僕。ニュースじゃないですよ、創作番組だの。そうで、人間ってどうも目で見たその情報と体験した情報を脳はあんまり識別できないらしいんですよ、うん。なぜ水際がこんなに緩いのかって、こんなリキッドルームも半分しか客を入れてないのに。なんか文明全体がその結局勝負がベースになってると思うんですよ、まあ、スポーツ、勝ち負けね、いわゆるね、スポーツにしてもそうだし、まあ、あと30年で石油なくなりますとか言われてたんだよ。もう全然ないはずなんだけど、政治不信と混乱を煽るためのプロレスに見えます、僕から。僕は この間ね、柵の中に飼われてるようなっていう話したけど、要は柵なんかないのよ、本当はね。人間ってやっぱこうユナイトして団結しちゃうとものすごい力持っちゃうんでね、常に分断させるっていうのがやっぱりどうも溢れてますね。
合ってんのはもう日付と時間だけっていう。Yeah.